首輪付きです。レイダムは前回のストーリー分岐とかあるんじゃない？に固執しているようだな。いつもあるし。まあいい。俺たちは状況を利用するまでだ。はあ。ハンドラーファミリーのメインシステム戦闘モード起動。長兄テラゾ。ミッション開始だ。わかったよパパ。壁を制圧した執行部隊をすべて排除しろ。ワンパイ。エージー短期。独立傭兵か。排除執行部。アメは気をつけてください。レイ。数が多い。正面突破の危険か。一発で倒せねえかな。コード3番へ被害が広がっている。一発じゃ無理。応援を要請する。コード距離によるな。でもメリウス地方の S 字回線を曲がりしているようだな。近距離なら一撃だ。それであれば細工は可能だ。 S 字回線メリウス何コード5増援を防いでおいた。おい、急ぎすぎてセリフがキャンセルされました。あかんて。おお、なんかイベントの敵っぽかったけど、敵っぽい死に方したけど楽勝だったんですけど、さすがの。おお、強い。やっぱショットガンが最強なんや。続けろ621。壁内部にも期待反応がある。壁内部にも期待反応。了解。分かったよパパ。キモいからやめようよ。アンドラファミリーやめようよ。といつから生えた設定なのそれ。ここマジ難しかった。マジで回復タイミング難しいな。やばい、ちょっと待って、何も考えてない。攻め。相手目標が侵入した。ショットガンだから。何をやっている。各員に伝達。どうやら外部通信が妨害されている。現有戦力で対処。HD 起動まで持たせろ。カメラが速くなって助かるな。よし。いいぞいいぞ。ここ一回来たことあるね。壁だよねここね。よいしょ。テクテクテク。コード5、いいよ。敵は AC 短期。AC 短期。迎撃するぞ。ははは。コード23、現着した。現着。順位の AC を援護しろ。やばい奴が来た。強そう。死にそう。うわー、ちょっと待って。うわー、危ない。新型だ。油断はするな。621してません。死ぬ死ぬ死ぬ。残り 30%。 ちょっと待って、操作がうまくいかない。いやー、そうなるよね。どうなってんの。残り 30%。 死ぬ死ぬ。多分こいつ最後じゃないぞ。しかもなんか変な攻撃されました。残り 30%。 くらえー。ダメや、死ぬ。ヘビーカバルリー、ウォーワレントオフィサー PCA。 いやー、溜めてるのは見えてるのに避けなきゃダメだ。なー、強い。ヒーいたー。死ぬ死ぬ。あー、回復できん。死んだー。なんかあの敵と戦う時だけ俺バカになってね。さっきから。ミッション開始だ。いつ撃つんだよあれ。壁を制圧した執行部隊をすべて排除しろ。コード15、AC 短期。独立傭兵か。排除執行。
SG 効果力ラベル。気をつけてください。さすがにこいつやってからだ。正面突破は危険か。高度 3-1A、被害が広がっている。応援を要請する。どこ行った？高度 7-8。そんな上飛んでたら当たんないよ。曲がりしているようだな。それであれば細工は可能だ。621、外部からの増援は防いでおいた。止まったら撃ってきてる。コード5、まあまあ、排除目標と設定。そうだけど。対処する。おいお前、かばうな。効果力型です。今かばってなかったか。ちょっとかわいそうなくらいボコボコにしてあげた。かわいそうだね。壁内部にも期待反応がある。哀れだね。細い4連レーザーの後なんかそういうのがあるんだ。全然戦ってるのに分かってないやつ。ゴールワンファイル、配置目標も侵入した。ショットガンでもいいからね。補償部隊は何をやっている。特異に伝達。どうやら外部通信が妨害されている。現有戦力で対処。 HC 起動まで持たせろ。まだ生きてる。生きとったかもね。勝てる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 。コード5、敵は AC 短期。迎撃するぞ。しょけ。コード23、現着した。現着を打つ。独立用兵。あ、多分あと頭のパーツが変わったから。くっそ。その盾どうしろっていう。新型だ。油断はするな。またなんか外部通信を妨害したボタバカ。やってくれたら。避けられないですけど。タイミング合ってただろう。今のちょっと早いか。調子いいよ。システムに繋がりさえすれば。舐めるなよ。ここでこれ。押しているぞ。畳みかけろ。621。畳みかけます。畳みかけてます今。いでででで。あ、お、相手も食らってるじゃん。タイミング悪いな、おい。危ない。勝った。早っ。まだ回復残ってます。中断。ようやくやったんですけど、ようやくだったんですけど終わりじゃないですよね。そりゃそうだ。これが2体出てくるみたいなのないだろうな。マジ頼むぞ。そんなわけないだろ。嘘つくな。騙して悪いが。終わり？マジ？ああ、終わったんだけど。ほんま？セーブなかったんだ。と見せかけて？いや、そんなわけない。リザルト出とるが。リザルト出てんのに、その見せかけてってことはないか。終わりだったんかい。またあなたですか。打犬の飼い主と違って暇ではないのですよ。お前部下もクソだったぞ。ベスパー副長ともなれば辛労も多いようだ。とりわけ今の状況では何が言いたい。何が言いたい。惑星封鎖機構に対する吸収作戦、手駒が足りていないのだろう。なるほど。浅ましくも涙ぐましい営業努力です。いいでしょう。あなたの打剣も戦力として計算に。もう一つ、
打鍵呼ばわりはやめてもらおう。イエーイ。旧世代型には尊厳もある。尊厳あるで。あ、通信切られた。ムカつく対応の仕方だな。いや、そんなことないだろ。こっちが切ったのかもしれん。ガンズサーティーン、レイブン。イエイ。壁での殲滅遂行、ご苦労だった。ヘイとかじゃないや。はい。まだ生き残っている貴様に対し、一つ俺から助言を送ろう。光栄であります。貴様は独立傭兵にしておくには惜しい。何？正式にレッドガンに入隊すれば、より上位の番号を狙える。13が俺はいいです。そのナンバーは縁起が悪い。つけ続けているとろくなことにならんぞ。そうですか。以上だ。これからも使い倒してやるから覚悟をしておけ。レッドさん優しすぎ。ミシガンさんもめっちゃ優しいしさ、全然なんか厳しくないんだけど、このレッド感。通信網の混乱は一時的なものになるはずだ。え、やっぱり使い捨てじゃん。こっちは救援に向かおう。優しい。絶対それ任務に含まれてないのに。ラスティさん、ラスティ、あいつを助けに行く必要はないとか言われてるん違いない。か。ねめなめくじ野郎。第二隊長の態度は放っておけ。そうやな。お前は自分の仕事をすればいい。そうやな。第二隊長の慕ってる部下もすごいひどい性格だったから、ひどい奴らが集まってるに違いない。誰がそんなところに志願するんだよ。メインシステム戦闘モード起動。強いのかな。捨て駒作戦で。ミッション開始だ。停泊中の教習艦を全て破壊していけ。ロード15、侵入者を捕捉。基地全体に共有。脅威度の測定を開始する。やばい。いつ撃ってくるかわからん。こちら通信基地近傍で待機している。回線は繋いどいてくれ。近傍。そちらの状況を見て仕掛けを。近傍。近傍が気になるらしい。ちょ、無視しよう。うわぁ、教習艦よ。おぉ、一撃。戦友、こちらで中継アンテナを破壊した。これで連中はしばらく外部との通信ができない。その間に作戦を進めてくれ。目標、残り4隻。ムシムシ。ブリッジをドーン。あれ、壊れない。なんでや。目標はちょっとミスったのか。ちょうどぐらいのダメージってことだ。順調に進めているような。ここに20機。そんなにあんの。こちらも撹乱を続けているが、どこ行きゃいいの。復旧対応が早い。この通信妨害は長くは持たないと思ってる。うわー、ズドン。ブリッジ壊しただけでなんで船体が全部ぶち折れるんだ。補修艦に接近。弾幕を張れ。近寄らせるな。無駄無駄。外部通信が途絶している。どういう。ごめん、ちょっとテキストテキストちょっと遅いって。もうちょっと聞こえるか。早く言えばいいじゃん。封鎖機構の外部通信が復旧した。応援要請を受けた教習官がそちらに向かっている。え、私が着くまで持ちこたえてくれ。わかりました。やむを得。早く来て。621、補給をしておけ。補給、補給することねえけどな別に。あ、そう、呼吸しなくていいんだけど。ほんと可愛く見えてくるよな。ただの箱なのにタンスやん。シェルパくん、ありがとう。シェルパ、どこ行きゃいいんだわしゃ。ターゲット。基地正面方向に敵。基地正面方向。どっちが正面。なんだって。するわけねえだろ。わあ、
敵撃墜。ズドーン。おお止まった。強制排除執行。強制排除執行？なんですか？何か来ますか？え、強制排除し、キャードガン。う、なんかヤバそうな。コード15、排除目標を確認。うわあ。え？消えてもらおう。さっきの強いやつと、ひい、増えた。ラスティ、頼む、来てくれ。相手は上級以下の執行機関。イエイイエイイエイ。そんな装備で大丈夫か？戦友。ヤッフー。久々の共同だ。助け合いの精神で行くとしよう。かっこいい。やったぜ。コードダブル4、排除対象2機の情報を回してくれ。二人とも頼む。二人とも頼む。システムより解除。どうにかお前は。企業所属、メスター4ラスティ。独立傭兵。なんだこれ。識別名レイム。とりあえずこっち見てないみたいな。登録情報との誤差を最小化中。妙な組み合わせだ。企業も傭兵に頼らざるを得ないということだろう。でこうなったらバレる。ロックオンがうまくいってない。リペアリス、ガンス、エビ、ポリコチュッパチュッパチュッパ。ちょっと回復する暇がね。排除執行完了。回復ボタン押してたけど。保険は使わずに済みそうだな。ちょっと待って、保険は使わずに済みそうだなとか、なんか不穏なことを。くそ、もうダメだ、合体。うわってこと。これはちょっと AC っぽくない。コードダブル4、排除対象2機の情報を回してくれ。システムより回答。押さないでくれ。企業所属、メスパー4ラッキー。独立傭兵、識別名レイム。見りゃいいんだ。頑張れラスティ。妙な組み合わせだ。企業も傭兵に頼らざるを得ないということだろう。ない。こいつから仕留めろ。バカがよ。よし早っ。コード7-8、脅威レベル2。コード 78E を受領。楽勝なんだよお前ら。俺とラスティがいれば。やるな戦友。当たり前だ。コード死ねー。強っ。早ない。さっき負けたの何位？よし任務完了。帰ろう。おい送信すな変なコード。変なコード更新配信放棄やめろ。回復なんすか。やめましょう。承認しめイレギュラーだって言われる。またやめましょう。起動はやめよう。この反応は、どの反応だよ。そんな反応ねえよ。反応ってなんだよ。エネルギー反応って謎すぎるからな SF における。え、マーカー情報がねねえぞ。どこがマーカー情報だ。え、どこどこ。地中から来ます。地中からなんすか。わあ、なになになに。これはキャーモンスターよ。なんだこの化け物は。なんだこれ。え、戦うの。これは封鎖機構の兵器。戦うみたいです。どうやらどこから戦えばいいの。ムカデ元帥やん。痛い。アホだ。どうしろっちゅう。パターンが読めん。パターン読めん。生き延びることだけを考えろ621。分かった。じゃあ逃げるわ。あとは頼んだわラスティ。ちょ無理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 。逃げきれん。どこ行きゃいいの。上の方行けばいい。レッツ逃げ。わあ、
です。何か、より優先の。お前はワンパンマンでもワンパンマンに帰れ。帰った。さらに優先度が高い。おお、エアちゃん、なかなか適応が早いな。封鎖機構が危険の遺産を抱えていたとは。危険の回しもんか、あいつ。621戻って休め。アイビスの日という昔の。俺はあれを片付ける算段を立てる。え、できんのそんなこと。昔の大災害アイビスの日によって危険は滅びたはずなのだ。危険が作ったボスと前戦ったよね。スパイダー、シースパイダーだっけ。あれと同じ系列のモンスターみたいなロボットを作ってるところなんやな。多分。逃げればよかったんだ今のは。よかった。621、お前にも状況を伝えておこう。何ですか。封鎖機構の起動した危険兵器を前に、アーキバスとベイラムは手を結ぶ方向で動いている。はい。それはそうよ。通称アイスワーム。アイスワーム。あれはコーラルを守るために作られた抑止力。どこがアイス？防衛型 C 兵器だ。どこが氷なの？排除しない限り、企業も俺たちもコーラルにたどり着くことはできない。多くの勢力を巻き込んだ激しい戦いが起こるだろう。こいつラスボス？ダセーけど強そう。ルビコンでの仕事にはまだ先がある。はい。お前には最後まで付き合ってもらうぞ。わかりました。わかったよパパ。まだ続いてた。